皆さんこんにちは。本日紹介するのはこちらじゃなくこちらです。ファミリーマートのですね、4種の、チーズまん、よくこういう風にさ、期間限定に出るやつとかは結構値段が高かったりするけど、これはそうでもないです。で、見た目がオレンジ色なんです。ほら変わってるよ。ほら、わ、すっげーチーズの匂いする。もうこれ多分生地にもねチーズ入ってるって予想してみる。これはさあ、これ半分に切った感じ、ちょっと食べてみますね。デザートみたい。これはね、俺晩飯代わりに買ってきたんだけど、これ晩飯向きじゃないわ、デザートだわ。で、なんか俺チーズあんま詳しくないからさ、チーズが4種入ってるのか分かんない。チーズの味はすごいします。あ、この上のボツボツ、ボツボツって言うなしって感じだけど、ボツボツももしかしたらこれチーズかもしんない。今こうやって細かくしてるけどね、あんまり、あ、でもこれここよーく見てくれると、あ、わかんねえかな。これじゃあなんかオレンジ色のね、とろけるチーズみたいなの入ってる。うん、クリームチーズとこの塗ってあるのも多分チーズなんだろうな。うん、はい、ってことで完食しました。ごちそうさまです。やっぱ冬は肉まんだわ、あったまる。お昼ご飯食べた後に小腹が空いてる時にちょっとデザート欲しいなって時にこれいいかもしれません。皆さんもよかったらぜひファミリーマートで買ってみてください。じゃあね。